ねえ、ちょっとそこのあんた、私見たのよ。いやーねえ、あの子アオリイカ選手権に出るらしいよ。説明しよう。アオリイカ選手権とは、決められた時間内にどれだけ相手を煽れるか競う戦いである。怒るためにプロテクター外さなきゃ。そう、自分のことさ、殴って痛めつけたらさ、怒るかな。聞こえるこのピチピチって音、煽りのピチピチじゃないんだけど、で自分を痛めつけることによって怒りを自分の体内に溜める。では煽りイカ選手権始めていきたいと思います。最初は何から来るんだろう。来ましたね、ノバブラスターや。いて。あー、はいはいはい、新しくね、炭酸ボム貯めてるだけだけど、新しく追加された炭酸ボムか。まあ、正直、あれは煽りに見えるから、まあ、確かに煽りって感じはする。よし、じゃあ次なんだ。シャープナーか。いで謝ってる謝ってるごめん、みたいな。え、全然怒れないんだけど。え、今んとこ全然可愛いですよね、まだね。今んとこまだまだ可愛いですよね。怒りをかもうすでになんか変だけど。いれでででででで。ビーコン周り回ってる。お墓か、あれ、俺のお墓か、あれ。あ、ちゃんとね、ビーコン掃除して、行きましたね。カーボンが、蛇行してきた、相手。これなんだ、これなんだ。なんだその反復横跳びみたいな動きは。どうでしたあれ、みんな見て。最新の煽りは、ま、炭酸ボムかな。炭酸ボムって煽りってよりかは、ま、使い方がね、煽りみたいになっちゃってて、ま、そう見えるから、ガチャマッチとかでね、見ても仕方ないと思うんだけど、ま、最新の煽りは、炭酸ボムだったな。で、これもう一回ぐらいちょっと見てみましょうか。二周目です。二周目に来ました。次はどんな煽りが見られるのでしょうか。お願いします。なんか来た。ケルビンが。シールド置いて。あ、ヨーみたいな。ヨーみたいになってる。手が。ラッパーみたいにね。挨拶してるみたいだったな、今な。いて。うわー、出た！ポーチだ！ポーチや、これ！これは嫌だわ、俺！これ嫌ですね、今の。今ちょっとカチンときたわ、カチンと。なんて言ったら、動かなくなるやつ。急に動かなくなるやつ。倒して、急に止まって、上向いたりしてるのが多分、一番だな。俺はそう思いました。みんなは、どれが一番だったかな？うわぁ！